教会の歴史の外観の中でサルデスは1517年からおよそ1800年までの間のプロテスタント教会を代表しています。この時代はマルティン・ルターがドイツのウィッテンブルクの教会のドアに95条の論題を貼り付けた時から始まったと思います。この時代は宗教改革に始まり、教会の歴史の中の偉大な宣教運動の始まりへと私たちを連れて行ってくれます。サルデスは偉大なリディア王国の首都で、首相アジアで最も古く最も重要な町の一つでした。サルデスで行われていたのはエペソのディアナの礼拝とよく似た堕落した礼拝でした。黙示録3章1節、またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。サルデスにある教会に対しては、主はご自分を神様の七つの御霊を持つ方として示されます。つまり主が聖霊をこの世に送られた方であるということです。私たちに本当に必要なのは、聖霊だけが私たちにとって現実のものとし、生きたものとしてくださるキリストのご人格のところに行くことなのです。今日の多くのプロテスタント教会はただ形式を行っているだけです。神様の御言葉を聞くために本当に来るべき週の仲間の礼拝にはあまり多くの人々は集まりません。私たちは宗教改革によって全ての真理が回復されたわけではないということを認識する必要があります。例えば終末論の教理、予言は進展してきていると私は信じています。黙示録3章2節、目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。主は教会に言われます。あなたは眠ってはいけない。私たちはキリストがいつ来られるか知りません。全くわからないのです。思いがけない時間のためにはいつも準備していなければならないのです。主イエスはプロテスタント主義に対して彼らがいつでも警戒しているべきであると言っておられます。プロテスタント主義は神様の御言葉の権威と人間の全的堕落、そして信仰による義認を回復しました。でも他にも彼らが回復していない多くのことがあります。宗教改革は使徒的教会への回帰ではありませんでした。黙示録3章3節、だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。宗教改革で回復された偉大な真理は今失われています。保守的教会の多くは肉的な性質の上に上辺を取り繕うだけのものを塗り、まあとにかくあなたがクリスチャン生活を送ることのできるいくつかのちょっとした定めと規則を用意することができると思っています。同時に信仰による義認という偉大な教理はほとんど捨て去られ、救われるためには何かをしなければならないという立法主義的なメッセージが語られています。これらのことが今日のプロテスタント主義を特徴づけています。主はいつ来られるかわかりません。サルデスの人々はいつ敵が来るかを知りませんでした。そして私たちは主イエスがいつ来られるかを知らないのです。黙示録3章4節、しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしい者だからである。イスラエルには団結した国全体としては一度もそのようなことはありませんでしたが、いつでも神様に対して真実であった残りの者たちがいました。ここでは教会には幾人かの人々がいると言われています。今日のプロテスタント主義の中には御言葉を愛し、今のような時代にも主に対して誠実で神様の御言葉を保守する生徒たちがいます。彼らは罪に汚れるような活動に関わりを持たず、肉的な活動にも関わりを持つことをしません。黙示録3章5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してないしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。勝利を得る者とはもちろんキリストの血によって勝利を得る者です。決して自分自身の力や小賢しさや能力によるのではありません。全体の考えは単にサルデスにいる人の中で、主が命の書から消されることのない人たちがそこにいたということがすごいことであるということです。主は誰か消された人があるとは言われませんでした。主はサルデスでさえも幾人かの人たちが救われると言われただけです。重要なのはあなたの名前が子羊の命の書に書かれているかどうかということです。私はあなたが救われた後にはその救いを失うことは決してないと信じています。黙示録3章7節、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。フィラデルフィアの教会は生き返った教会と私が呼んでいる教会を代表します。その日付はだいたい19世紀の初めから慶許までです。これは神様の御言葉に立ち返った教会です。ダビデの鍵とはこの宇宙の支配者としての主の王権を語っています。主は千年王国でダビデの王座に就かれます。でも今日主には主権があり、父なるお方の右手に座ってご自分の敵が足台とされることを待っておられるのです。彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがないと書かれています。主は今日開いたり閉じたりすることのできるお方であり、それゆえに主は私たちにとっての慰めなのです。黙示録3章8節、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。実際フィラデルフィアの教会はどんなレッテルがついているかに関係なく、今も神様の御言葉に真実であり続けている世界中のすべての教会を代表しています。私は個人的にはこの門は聖書の知識への門であると信じています。つまりもし主が門を開かれたのなら、主はあなたが入ってこられることを予定しておられます。なぜなら主は証のため、そして神様の御言葉を述べ伝えるためのチャンスの門を開かれるからです。重要なことは私たちが神様の御言葉を述べ伝えているかどうかです。ここに主に対して真実で神であり使徒である方を述べ伝え、罪人のために主の身代わりの死を宣言する信者のグループがあります。
黙示録3章10から12節。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。これは明らかにキリストがご自分の者たちのために来られることを持っている忍耐のことです。キリストの最後の慰めの言葉は、ご自分の教会は大患難時代を取ることはないという言葉でした。教会はこの世から取り去られるのです。試練の時とは明らかに大患難時代を指しています。11節、つまり主は彼らが知ってはいないその時に来られるということです。12節、これは天の国民としてこの地上でも神様の宇宙のどこにでも自由に行くことのできる信者のパスポートでありビザです。この新しい名前は私たちと主が持つ個人的な関わりです。黙示録3章14節、またラオデキアにある教会の見つかりに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。アーメンが固有の名前であるのは聖書の中でこの箇所だけです。そしてこの名前はキリストの名前です。イザヤ書65章16節の誠の神はアーメンの神と読むべきです。主イエスはアーメンである方です。主は最後の締めくくりの言葉を言われる方です。忠実で真実な証人と書かれています。このことは主イエスキリストだけが全てのことを明らかにし、全てのことを教えられる方であることを示します。神に作られたものの根源である方とは、主が創造主であられるという意味です。宇宙の起源に関しては、仮説の進化の仮説か、もう一つは聖書を通しての神の啓示です。私は啓示を受け入れているのです。黙示録3章15から16節。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。主イエスはこの教会のためには称賛の言葉を持ち合わせておられません。ここでは全てが非難です。ここでは行いさえも良い行いのことではありません。悪い行いです。彼らは何年も何年もぬるい水とぬるま湯を飲んでいました。私たちは自分の飲む水に氷を入れるのが好きですし、熱いお湯を飲む人たちも大勢います。でもぬるい水もぬるま湯も美味しくはありません。これは信仰から離れてしまった大きな教団に属している今日のとても多くの教会の姿であると言えるでしょう。私はもし主が今日多くの教会に対して語られるとしたら、あなた方は私に吐き気を催される。あなた方は見せかけだけのクリスチャンだ。あなた方は私を愛しているという、口ではそう言うが心からそうは思っていないのだ、と言われるだろうと思います。このメッセージは私たちの心を探るメッセージです。なぜなら私たちはラオデキア教会とフィラデルフィア教会の時代に生きています。両方の教会は隣同士に存在していて、今日キリスト教は大きな分岐点にいます。神様の御言葉を信じ、御言葉に従い、御言葉を愛する人たちと御言葉を拒否する人たちの真ん中にあるのです。今日そこに一線が引かれています。黙示録3章17から18節。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。この時にはラオデキアとサルデスはおそらくこの地域全体の中で最も豊かな町であったと思われます。富は決してどんな問題を解決することはありません。このラオデキアの教会はそれを試してみました。私たちは今日ラオデキア教会の時代に生きています。そして教会は神様の救いの恵みを明かすることに失敗しています。火で精錬された金は尊いキリストの血潮です。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさいと書かれています。これはキリストの義を語っています。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさいと書かれています。これは今日信者の目を開いてくださる精霊のことを語っています。黙示録3章19から20節。私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この教会は他のすべての教会に勝って悔い改めを必要としています。そして悔い改めのメッセージは現代の教会のためでもありますが、もしあなたがそれを述べ伝えるのなら、あなたは確かに人気者になることはないでしょう。このラオデキアの教会にいる人々でさえもキリストに立ち返るのに遅すぎることはありません。主イエスはあなたの心のドアのところにたどり着くためにできる限りのことをされ、そこに着いたとき、主は立ち止まられ、ノックをされるのです。中に入っていただくためには、あなたがドアを開けなければなりません。戸を開けるなら、交わりと神様の御言葉に養われ、キリストをよりよく知るようになると語っています。黙示録3章21から22節、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ラオデキア、この主からの特別なメッセージは全ての教会のためです。これを聞くためには主の血がつけられた耳が必要です。これがあなたも私も神様の御言葉を学ぶのに十分に注意を払い、神様の御霊より先走ることなく御霊に教師になっていただかなくてはならない理由です。もしあなたも血のつけられた耳を持っているのなら、主はご自分が言われることをあなたに聞いてほしいと願っておられます。神様の御霊だけが神様の御言葉をあなたにとって現実のものとしてくださるのです。
ラオデキア教会に代表される廃墟の中に入り込んでいる教会と神様の御言葉に立ち続けているフィラデルフィア教会に代表される教会です。片方の教会にはキリスト教の教会であると自称しているが、神様の御言葉とキリストの御人格から離れてしまった教会が含まれています。片方の教会は軽挙され、もう片方は大患難時代に入っていきます。今日フィラデルフィアにある教会の中でさえも信仰から離れてしまうことが容易ならぬ危険なのです。私たちが主の御言葉を守ることを阻止するものは何一つあってはなりません。ラオデキア教会に主は悔い改めるための最後の招きと、主ご自身のところに来るように招待をしておられます。